皆さんこんにちは、田中エミリです。今日紹介するカップ麺は東洋水産マルちゃん製麺カップ鶏にぼです。生麺のような滑らかな口当たりの麺、濃厚な鶏の旨みに香り高い煮干しが後を引く白湯スープ。マルちゃん製麺は今抜群に美味しく、そして10年後20年後も古びることなく愛され続ける即席麺をコンセプトに、乾燥麺でありながら生の麺本来の自然な食感と味わいをお楽しみいただける即席麺です。今日紹介するマルちゃん製麺カップ鶏にぼは、鶏白湯と煮干しのフレーバーをバランスよく組み合わせたスープが特徴のマルちゃん製麺カップならではの一杯です。商品特徴、麺、生麺のような滑らかな口当たりと粘りのある食感が特徴の透明感のある麺、スープ、鶏白湯をベースに煮干しを効かせたとろみのある濃厚なスープ、具材、味付け鶏肉団子、チャーシュー、ネギ、メンマ。食べてみた感想、スープは煮干しの風味香る濃厚な鶏白湯スープ、とろみのついたクリーミーな喉越しです。麺は生麺のような噛み応えともっちり感満載の縮れ気のある太麺、スープが濃いめなので麺の甘みがしっかりと伝わってきます。チャーシューは薄めですが大きめ、噛むとじんわりと肉汁が染みてきます。メンマのシャキシャキ感、鶏団子のふんわり感、ネギのざっくり感と食感も合わせてかなりの完成度となっています。香ばしい煮干しの味わいに濃厚な鶏白湯、そしてインスタントとは思えない麺の仕上がり、これはかなり美味しいです。このコロナ禍でラーメン店に出かけるのはちょっとと躊躇している方には、ご家庭で味わえる本格的ラーメンに限りなく近いこの一杯をおすすめします。生麺のような滑らかな口当たりの麺、濃厚な鶏の旨味に香り高い煮干しが後を引く白湯スープ。本日は東洋水産マルちゃん製麺カップ鶏にぼを紹介しました。田中エミリでした。